ストレートエニアグラム、今日はタイプ6の人と、どう口説いていくか、どう恋愛するかっていうコーナーでございますと、タイプ6、私自分のことタイプ6だと思ってるんですけども、タイプ6がどんな人かっていう、今日もこのエニアグラムで9つの性格診断っていうのと、エニアグラムでパートナー探しっていう本を元にやるんですけども、タイプ6というのは何かに守られていたいという欲求が強く、自分を守ってくれるもの、頼れるものを求めていますと。また同時に自分の人生を安全に導いてくれるものを求めていますと書かれています。タイプ6の私、そうは思ってないですけどねっていうこの反応この反応も、まあ、タイプ6の特徴で、まあ、物事の受け止め方として、物事に強く反応しますと、何かトラブルや問題があると、どうしようどうしようと、まあ、右往左往するよと。ただ、まあ、実際にこの物事に対応するときは、非常に慎重深く、慎重に、注意深く構えてそれに対応しますと。なんで基本はそのどう安全に生きれるかっていうのを求めて、リスク回避、そうですね、あの道から外れてはいけないと思っているっていうタイプ。外れたら危ないと思ってるんですよね、多分。まあ防衛本能が働いてるなんでその人との付き合い方も、自分が所属する社会や集団のメンバーとして、そこに属しているという誇りと自覚を持って常にメンバーに対して、あの組織に対して忠実であろうとしていますと、なんでその上下関係や内と外っていう感覚が非常に強いというタイプでございます、ちょっともう反応全然ちゃうしって思ってるところが、多分タイプ6です、タイプ6、でこのタイプ6の恋愛傾向っていうのは、愛に守られていたいっていう気持ちが強くて、その反面、見捨てられるのではっていう、あの恐れを抱いていますと、なのでその恋に落ちると相手の好みに合わせようとする、で相手の期待に応えるようにするっていう面がありますと、なんでその自分の世界よりも相手の住む世界の価値観を受け入れて、自分もその世界の一員になれるようにタイプ6はしますよと。なんでそのタイプ6の女性の場合は、特に相手の価値観に従ってその価値観に染まっていく傾向が強いようですと。なんで自分の世界じゃなくて相手の世界の一員になるっていう、で実際に付き合い始めると、お互いの関係が確実で安定したものとなるように結婚を望むでしょうと、そうかってちょっとまたムカムカってくるんですけど、なんでそのこのタイプの人は、結婚に対しては割合保守的な考えなんで、結婚すべきなんじゃないのっていう、今みたいにその何て言うんでしょう、別姓とか、その結婚しなくてもパートナーであれば、みたいなことじゃなくて、いや伝統的 になんか結婚するもんでしょ。どうですかその価値観は。結婚なんかしなくていいじゃん、そこはちょっと思いますねただ今の世界だと、その少子高齢化っていうことになってくると、この価値観が合わない、フランスでは結婚しなくても、そのパートナーっていうのが認められてるってなると、どちらが安全 か、結婚を守るか少子高齢化が怖いかだと、少子高齢化の方が怖いので、じゃあこれを少子高齢化がなければいや、そのシステムが正しく運用されてるならそのシステムは守るべきっていうのはあるでしょうね、やっぱ保守的かもしれません、で結婚相手には初めから素性のはっきりした人、例えば同郷の人、幼なじみとか、職場の同僚といった人を選ぶ傾向が強いですと書かれています。なのでそのタイプ6は愛する人に対しては誠実な面、一員になろうとする、忠実に従おうとするっていう面があるんですけども、その一方でこの反応が出るんですね、非常に疑り深いところがありますと、なんでその相手が他の異性と親しくしているようなことがあったりすると、浮気してるのではっていう思いが強くなって、
今度はそれがどんどん深まっていって、その自分から関係を悪化させるように、うんうん、試しますからね、タイプ6の人はコソコソするでしょうね。そう試す、はい、のはあると思います、うん、なんでその、まあ、あとは自分自身が浮気心を抱くと相手にバレるのではないかっていうビクビクし始めて落ち着かなくなる、でバレるみたいな。ちょっと様子がおかしいんで、おかしい、すぐバレると思います。なんでそのタイプ6はなんで基本的にはその安定したのを求めています。よくあの芸能人有名人では例えばその有吉さんとか浜田さん、勝俣さん、ジャニーズでいうと猪木さん、関ジャニ村上さん、堂本光一さんとか、まあ基本笑顔ベース、どちらかというと、うん、なんか立ち回りが上手な人じゃないですか。あのよくなんかムードメーカーとも、うんうん、そこの場を壊してはいけない、うんうん、よくなんか6ってあの追従型べったりなんか書かれたり、うん、イラッとするんですけど、書かれたりするんですけども、うんうん、その社会を、うん、あの壊さないように、うん、壊してはいけないと思っている、うんうんうん、なんとなくわかります。あと、うんうん、基本はちょっと疑り深い、うんうん、有吉さんなんてそのインタビューとか、うんうん、まともに答えないって言いますからね、うんうん、基本疑ってるみたいな、うんうん、で自分を出してはいけないと思っている、わ、うんうん、かります、その辺は。そうなんか、まあ、上手にこう立ち回るから多分場面によってこううまいこと盛り上げる場面は盛り上げて、はい、切れていいとこでは切れる、切れる、はい、っていうのをこう多分周りを見ながら上手に立ち回れる人だと思うんですよね、うん、で悪口言う時も決して傷つけない悪口言う時もそう、はい、うん、でよく女性では、田中みな実さんとか、うん、八木亜希子さん、うん、スザンヌさん、うん、安田成美さんなんかが挙げられていました、うんうん、なんで基本やっぱり笑顔, 笑顔です。そうそうそう、笑顔な感じ、笑顔な感じ、うん、フレンドリー、ね、そうですね、うん、はい、まあ、相手に合わせていくからフレンドリーなんですね多分。そうですね、うんうん、はい、でじゃあこのタイプ6の人をどうやって籠絡するか、うんうん、どうやって口説いていくかなんですけども、基本この人たちは甘え上手な人たち、多分日本人では、まあ、教育なのか、よく一番多いタイプだなんて言われてるんですけども、どうすればいいんでしょう。相手に合わせる、この、うん、とこの人たちは合わせてくる、合わせてくれる、くれる、はい、で合わせてくれる理由っていうのが安心安全を求めて合わせてくるわけじゃないですか。リードするのがいいんでしょうね。リードするのがいいっていうのと、多分信頼関係だと思うんですよね。あ、なるほど。そう、はい、この人は嘘をついてない安心できる人だ、この人騙してないみたいな、はい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 、多分そこだと思うんですよね。なのでこうなんていうんですかね、例えば男女関係、まあ、相手を口説く話なんで男女関係だと思うんですけど、はい、こう自分は遊び人雰囲気を出しちゃいけない、あ遊び人は絶対ダメだ、ダメです、ね、そんなの許せないよね的なポジションでいないと、はい、多分この人は騙されるかもしれないって。あとあの下ネタが多い人はあんまり信用してないと思います。あ、そんな感じです。私もそうなの。じゃあ、うん、自分は下ネタを言いますが、うんうん、受けるために、うん、場を壊しちゃいけない、受け狙いですもんね。受け狙いです。でそれを真似返されると、うん、基本あまり自信を持ってない、うんうん、自分が、うん、そのやっていけるっていう自信を持ってないので、うんうん、その下ネタとかを話されると、うん、あ、僕の、うん、僕のことでは多分、うん、なんていうでしょう、満足させられないっていう思いがすごい強いんですよ、ね、その、まあ、下ネタだけじゃなくても、はい、なんかそういったところあるかなって思います。すごい、なんかすごいバーってきたから、それって言って深くいくと、いやちょっとそうですね、行ってみただけですみたいなっていう、なんであまりそのおっしゃる通り、うん、そのすごいモテそうな人とか、うんうんうん、っていうのは興味はあるんですけど、うんうん、私なんかは騙されるかもしれない、あ、そうそう、っていう思いは非常に強いと思います、うん、なので多分すごく誠実に振る舞わなきゃいけないと思うんですよね。このタイプ6の人を本当に好きになって口説こうとしたら、はいはい、もう誠実に、まあ、その人だけじゃなくてもう周りの人にも誠実に、そうですね、そう、なんで多分
ポルシェとかにはあまり響かない、うん、響かない、はい、うん、この人こうやってむしろ怪しい、この人はどうやって稼いだかみたいな怪しいから入ると思うんですよね、うんうん、なので本当に誠実に誠実にこう振る舞っていくみたいな、はい、で信頼関係を、信頼関係というか信頼を勝ち取っていくみたいな、まあ、勝ち取った上でのポルシェなら、うん、そう大丈夫です、大丈夫です、うん、はい、鼻からポルシェはちょっと、うん、だからタイプ3みたいな人は、うわこの人はうさんくさいみたいなから入るでしょうね、初めから入って、はい、だからタイプ3の人ってこう努力を見せなかったりするじゃないですか、逆に見せてほしいんですけど、ね、そうそう、だからタイプ3の人がタイプ6の人を口説こうと思ったら、僕は彼でこんなに頑張ってるんだっていうのをこう見せてあげた方が、そうそう、尊敬ですよ、そうそうそう、ついてこの人はついていけるっていう、うん、だからタイプ3の人がこうアピールしようとすると結果でアピールするじゃないですか、違う違う、ポルシェ、俺ポルシェ乗ってるんだみたいな、で怪しいですね、だからそこじゃなくてもうポルシェを変える、買えるようになるためにこんなに努力したんだっていう、あ、それを見せてもらえれば安心、ここが重要だと思うんですよね、はい、だからもう子供の時から信頼できるこんなに努力してこんなことを積み重ねて、その結果がもう頑張った結果がこれなんだなんですよ、一度それを信用すれば、うん、もうこっちのものですよ、ね、そうあとはこの世界にこの人が一員になるのでそう、だから染まってくれます、ね、どうサポートできるだろうっていうなのでまあ信頼ですよね、分かる、嘘をつかないみたいな、はい、嘘をつきそうな雰囲気を出しちゃいけない、あと逆にモテそうな雰囲気とかも、うん、ちょっと逆効果かもしれません、うん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 、なのでまあ真面目、真面目アピールですよおっしゃる通りな気がします、はい、そう、もう絶対女遊びなんて絶対しませんみたいな、まあ、してちょっとしてそうなら多分いいんですけど、うんうん、信頼は大切です、信頼、はい、そう、付き合ってもキーワードとして騙されるかもしれない、振られるかもしれない、そう、一旦愛情を疑い出せば、うん、不信感がどんどん詰まり、うんうん、不安感がどんどん増し、うんうん、どんどん作っていくので、そう、不安を、でそうすると試しますよね、最悪の方、最悪の方を考えていくので愛情を試してみたいな、わかるわ、でなんでその恋愛上手のキーワードとしてここで挙げられているのが誠実さ、うん、誠実さタイプ6の愛の質は、まあ、誠実さということに結びついています、うんうんうん、仲間に対して友人に対してパートナーに対して、うん、まあ、タイプ6は誠実になれるよと、うんうん、なんでそこに疑いが入り込むと、うん、自分の誠実さも失われていくっていうタイプでございます、うんうん、なんでこのタイプ6の支え方としましては、うん、タイプ6、うん、まあ、忠実さ、うん、誠実さを危機回避能力とかを評価してある、うん、ありがとう、うんうん、あとはその彼らは基本 僕らですね、うん、あの問題を抱えている時はどんどん全て悪い方考えていくので、うん、違うともっと建設的な、うん、計画を立てようよ、うん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 、で上を向かしてあげる、うん、もっと楽に構えないよみたいな、うんうん、まあそうですね、はい、あとはその君とはずっと付き合い続けるよ、うん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 、で安心させてあげる、裏切らないと、裏切らない、はい、でオープンにしてあげる、うん、要は彼らは疑り深いので、うん、その今日暇って聞かれるよりも、うんうん、どこどこ行くんだけど、うん、今日暇って聞かれた方が、うんうんうん、今日暇って聞かれると、うん、それはなんだみたいな、試しているのかお前何か試しているなってなるので、カードを全部並べてからどうって聞けば安心して引いてくれる、そう、どこどこに今日休みでちょっと一緒に過ごしたいと思ってるんだけど今日暇ですかみたいな、だと暇です素直になれる、うん、はい、あとはその同意するときは疑いの余地のない明確な言い方、うんうん、疑り深いですから、うん、あと彼らが怒り始めたら、うん、一旦怒りが収まるまで待ってください、うんうん、あの基本、うん、反応してドンって出せば、うん、すっきりして冷静に考えられるようになるので、うん、タイプ6は、うん、それはすごい分かります、うんうん、一回怒らせてくれとでそこにもう一回油を注がれると、うん、どんどん反応が素敵になるので、そう、まあでも難しいですけどね、その状態ってこう喧嘩してる状態じゃないですか、はい、こっちも反応してる状態そうですね、なんででも
エニアグラムを知ってる人は分かるじゃないですか。タイプ6ってこういう人だねって。でもあれですよ、僕の師匠の岸さん7、はい、で岸さんの奥さんが6、はい、で両2人ともエニアグラムを知ってる。この2人が喧嘩をすると、はい、痛いところを突き出す痛いとこ突き合戦なんです、ね、痛いとこ突き合戦になるとより悪化するみたいな。手放しましょうって言ってる人たちがキューって握りしめてますね。それだから、自分の健全度の問題ですよね、はい、健全度が下がると相手をこう叩きのめしたくなるわけじゃないですか。そういうどのタイプもどのタイプも、はい、ってなってくると、もう相手のことを分かってれば分かってるほど、ここをつつくと痛いってところをつつきだすみたいな。そんなことをするために学んでるわけじゃないですよね。なのでこう、相手とより良い関係を結ぼうってなったら、そこはこう一旦引くみたいな。そうですね、勝って何が残るのかって話ですね。そう、勝って何が勝ったとしてもですよね、はい、お互い傷ついておしまいみたいな。はい、孫子の、それこそ孫子の恋愛平和ですよね。そう、孫子の恋愛平和、何を求めるかですよね。そう、はい、で、何を恐れているかを聞いてあげる、で彼らが悩ませているかを決めをつけようとせずに耳を傾けてください、基本わーって反応すると多分どんどん冷静になっていくので、基本思考タイプ、でも思考とこう感情が行ったり来たりするね。一番動けない人と思われている。なのでこう思考に振ってあげるといいかなとは思うんですよね。ちゃんと考える、バーって不安になって出てきたときに、それをもうちょっと冷静に考えてみようよみたいなことをすると、冷静に考えれば分かる人たちなんで、思考タイプなんで。そうなんですよね。そうだ嬉しくて出すよねって言っちゃいました。すいません、あとはその彼らが不安を、彼らの不安があなたを追い詰め始めたときは、ありのままに聞いてあげる、おっしゃる通り、で考えたらっていうと考え始める。あとは、こうすればもっとタイプ6を支えられるよっていうポイントとしては、思い悩むのは、もう同じことばっかり言ってますね思い悩むのはやめて、行動すべき時はちゃんと行動しましょうって言ってあげる、あとはその、起こりうる最悪の事態よりも最善の事態に焦点を合わせて考えを導いてあげる、常に悪い方悪い方っていう風な、それ多分もう防衛策なので、はい、最善策を取らせてあげる、あとは自分の決断に自信を持ち、人生の瞬間瞬間がもたらすこと、よくここで言うマインドフルネス、マインドフルネス、はい、はい、心配のことばかりじゃなくて、今、幸せだよねっていう。なので冷静にこう見渡すと、多分幸せなんですよ、タイプ6の人。自分で不安に追い込んでるだけで本当おっしゃる通り、はい、そう。なのでこう適切にそうちゃんと見つめさえすれば、多分不安も消えるんじゃないかなって。完全に消えることはないかもしれないですけど、少しでもこう上がるんじゃないかなっていうはい、感じですかね。反省ばかりななので、多分この人たちが好きなタイプは、多分引っ張ってってくれる人、守ってくれる、ちょっと引っ張ってってくれる人ですね。なんかこの人ついていけば大丈夫かなって思えるような、こう、女性だったら男らしい人だと思うんですよね、で女性だったら、そうですね、真面目な学級委員タイプみたいな、そうそんな感じだと思うんですよね、でその人、この6の人とより密接になろうとすると、多分信頼ですよ、信頼を勝ち取っていく、なんか家庭料理とか出されると多分もう一発で、多少なんて言うんでしょう、ちょっと遊んでる雰囲気でも、家庭料理ができますとかって見せられると、信頼できるみたいな。なので男の人でもこう6の彼女を口説こうと思ったら、なんか高いフランス料理行くよりも、ちょっと頑張って作ったこれをみたいな、の方が嬉しいと思います。嬉しいと思う、というタイプ6の口説き方、はい、次はなんか真逆じゃないですけど、ガラリと変わってタイプ7、はい、との口説き方、はい、付き合い方をやっていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。